初代、島津玄蔵初代、島津玄蔵明治27年12月8日は、幕末から明治時代にかけての商人、実業家、発明家、島津製作所の創業者である。京都のサメガイナヤで仏具の製造をしていた、島津清兵衛の次男として生まれた。家業を治め、1860年に21歳で、木屋町二条に出展した。この地は、 高瀬川の船便の終点に近く、当時の重要な流通拠点であった。また、京都府は、植産工業のため1870年に、官業場、生巫局などをこの付近に設立し、現像は、生巫局に出入りするようになった。ここで知識を得た現像は1875年3月31日に、教育用理科学機器の製造を始め、島津製作所を創業した。 1877年の第一海内国産業、博覧会では、鈴製の医療用ブシーを出展し、内務卿、大久保利道から法上を受けている。また、同年に、京都府は、化学思想啓発のために、国内初の有人気球を計画し、現像は、その実行責任者となった。ガス球部分には、ごま油で溶かした樹脂ゴムを塗布した歯豚を用い、 鉄くずと硫酸を4と損10個を使って発生させた水素ガスを内部に封入した。昇根祭のある同年12月6日に、戦闘御所の広場で飛行試験が行われ、気球は5万人の監修の前で36メートルの高さまで浮上した。これによって、現像の知名度は大きく向上したと言われる。翌1878年2月3日から3年間、京都府は、 ゴットフリード・ワグネルを精密局に招聘、雇用した。彼は、科学工芸の指導などを職務とし、理化学機械の製造のため出入りしていた現像にも、接していた。ワグネルから送られた、木製旋盤は島津創業記念資料館に、現存する。また、当時のカタログには、ワグネル新発明という説明のついた、蒸留器が掲載されている。 現像も後に科学教育に携わるようになり、1886年には理科学的工芸雑誌を発刊し、京都府主犯学校の近郊科で教職を1年間、務めた。1894年12月8日に脳一血のため、55歳で亡くなった。没後に、長男の梅次郎が2代目、島津玄像を襲名し、後継者となった。ありがとうございます。